赤坂コーチングの西村です。本日はマージョラムっていうお話をします。精油エッセンシャルオイルでマージョラムっていうのがあるんですね。これリラックスに良いシソ科の香りです。嗅ぐと落ち着くんです。一つの効能として繊維作用っていうのがあるので知られてます。繊維って陰を制するんですね。何のこっちゃ分かんないと思うので具体的に申し上げましょう。子作り中のご夫婦、マージョラムの香りを嗅いではいけません。なぜならば旦那様がエッチする香りに寝ちゃいますってことです。で、香りってお鼻から脳に嗅覚通ってダイレクトに脳に伝わっちゃうんですね。効果が嫌おうなしですからあんまり甘く見ない方がいいです。パートナーとウキウキしたい時は避けてください。マージョラム。